クレイトン・ W ・ホームズは、アメリカ合衆国アラバマ修道産出身の、プロ野球選手、ウトウ・ミギウチ。MLB のニューヨーク・ヤンキース所属。2011年の MLB ドラフト9巡目で、ピッツバーグ・パイレーツから指名されプロ入り。2012年、参加の A-9 ステート・カレッジ、スパイクスで、プロデビュー。13試合に先発登板して5勝3敗。 防御率2.28、34奪三振を記録した。2013年は A 級ウェストバージニアパワーでプレーし、26試合に登板して5勝6敗、防御率4.08、90奪三振を記録した。2014年は3月にトミー・ジョン手術を受けたため、全球した。2015年はルーキー級ガルフ・コーストリーグ・パイレーツと、 A 級ブレーデントンマローダーズでプレーし、2球団合計で9試合に先発登板して1勝2敗、防御率2.48、26奪三振を記録した。2016年は A 級アルトゥーナカーブでプレーし、26試合に先発登板して10勝9敗、防御率4.22、101奪三振を記録した。オフの11月18日には、 ルール5ドラフトでの流出を防ぐために40人枠入りした。2017年はトリプル A 級インディアナポリスインディアンスでプレーし、25試合に登板して10勝5敗、防御率3.36、99奪三振を記録した。2018年は開幕をトリプル A 級インディアナポリスで迎え、4月2日にメジャー初昇格を果たした。 4月6日のシンシナティレッツ戦でメジャーデビュー。この年メジャーでは11試合に登板して1勝3敗、防御率6.84、21奪三振を記録した。2019年は35試合に登板して1勝2敗、防御率5.58、56奪三振を記録した。2020年オフの12月2日にノンテンダー、FA となったが4日に、 マイナー契約で再契約を結んで2021年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。2021年シーズン開幕日となる4月1日、メジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。2021年7月26日に僕高シ、ディエゴ・カスティーヨとのトレードでニューヨーク・ヤンキースへ移籍した。シンカーが投球の約半分を占め、 ついでカーブ、スライダーを投げる。ありがとうございます。